茨城オート、茨城オート株式会社、茨城オートは茨城県に本社を置くタクシー会社。かつては茨城交通のグループ企業で2010年平成22年5月31日までは路線バス、貸切バス、特定バスの運行も行っていた。水戸市内中心部にある本社、泉町営業所はタクシーの営業所が入っており、 2010年3月31日をもってバス部門の売り場は撤収してタクシー営業所のみとなった。バス部門の実質的な拠点は郊外にある小井淵営業所、三戸市、小井淵町であったが、バス事業統合時に茨城交通、小井淵営業所となり、他に茨城交通と共同の桜川車庫、三戸市高渡町は、元は低山大都、現、 低山観光バスの水戸支店が事業を運営していたが、撤退に伴い施設ごと茨城交通が譲り受け子会社化した。社名のオートについては全事業者の名残。以前は旅行業も手掛けていたが、茨城交通の観光課に業務を移常し、茨城オート旅行センターは廃業。代わりに、茨城交通の不動産部が業務縮小をして、茨城オート本社にて営業を継承するが、 現在は撤退した。バス路線は、茨城県道30号水戸岩間線、岩間街道沿線を中心に、水戸駅と友部駅、笠間市間の路線を軸に、岩間駅、笠間市、茨城町にも路線を展開していた。ワンマン化されてからは、全事業者時代の名残で、距離運賃制ながら前乗り前払い後折運賃制、信用乗車制、 乗車時に運転手に校舎停留所を申告して、運賃を支払うを採用していたが、1983年、昭和58年11月からは、一般的な整理券兵をご乗り前折り、後払い運賃制となっていた。タクシーは、本社、泉町営業所と水戸駅、茨城県庁を拠点に常駐している。2008年2月、親会社の茨城交通のタクシー部門撤退で、 茨城交通グループのタクシー事業を集約して事業の中となっている。それに伴い、介護タクシー、リフト付き車両も譲渡され営業を開始。県内のタクシーの禁煙化に合わせ2007年12月より全車禁煙となった。その他、運転台工業や乗務員派遣も行っており、幅広い対応をしている。2010年2月1日から、 茨城交通の経営再建に伴う、工事の事業統合により、茨城県北バスの応募、袋田タクシーを譲り受けして、茨城大東一個営業所として営業開始した。車両は営業所と、日立応募駅、袋田駅に常駐する。こちらはタクシーのみの営業となっている。2010年3月2日に、同年6月1日をもってバス事業を、 親会社の茨城交通に統合することが発表された。これにより、茨城ートはタクシー事業専業となる。それに先立ち、同年2月20日より、回数券、定期券及び水戸万有1日フリー切符の4月1日より、路線バスの乗車券が茨城交通と茨城オートで共通化された。2010年6月1日、路線バス、貸切バス、 特定バス事業を茨城交通に統合し、バス事業より撤退。バス部門の拠点であった、恋淵営業所は、茨城交通、恋淵営業所となる。茨城オートが運行していたバス路線は、現在は茨城交通によって運行されているが、茨城オート時代には、水戸駅北口発着路線には、1、水戸駅南口発着路線には、2の系統番号があり、前面に、 型の番号札が掲げられるが、他の路線には特に系統番号はついていなかった。また、水戸駅北口大区長官は、茨城交通、関東鉄道、JR バス関東と共通回数券があり、共通乗車が可能だった。タクシー車両はすべて中型車の日産セドリックで、塗装は黒。チャーター車、ハイヤーが4台で、うち1台はタクシー券用となっている。 タクシー専用車のグレードはカスタムで、メッキが入って、高級感がある。大御営業所は、数種類のグレードがある。また、介護タクシーとして、日産セレナのリフトカーを2台保有している。こちらは、ライトブルーの塗装となっている。タクシーには、無線番号が付けられていて、茨城県の9000番台に1号車から順に、付いていて、9001、9025となっている。 車体には、車名表示と、アンドンの脇取りやウィンドウ左端に、下二桁、01、25等と記載されている。一般路線車及び特定車、用語学校層芸の塗装は主とオレンジとなっていた。なお、この塗装は、旧廷山王都時代からのもの。貸切車は、茨城交通タイプの仕様となっているが、茨城交通が銀色をベースにした塗装に対し、 茨城用途は白をベースにした塗装で、区分けされていた。ただし、茨城交通からの譲渡車の中型、小型車には銀色ベースの車両もある。路線車は、基本的に、自社発注車は、日野自動車に統一されている。1999年より初めて、東京都交通局からの中古車が入り、初めて、イスズ自動車製が登場した。さらに2006年には、 関東バスからの中古車が入り、初めて日産ディーゼル RP 系も登場し、そして国際工業バスからの中古車、いすズ車も入った。また、2007年には東部バスからの中古車、日野車、いすズ車も導入された。2009年夏頃には西部バスからの遺跡車も配置されるようになり、日産ディーゼル RM 系が登場した。扉の仕様に関しては、 路線車は、大型中型問わず原則的に前後、折り仕様を採用していたが、中4枚折りの元都営車や後引き戸の元関東バス車、そして中引き戸の元国際工業バス車、元西部バス車、自社発注ワンステップ車や、元東部バス車、中4枚、折り仕様、前後、折り土仕様も共に、が導入されていた。旧茨城ートの路線車には、車番があり、 上二桁は導入年、言語で下一桁は導入順である。例えば、日の RJ1 ステップ16年度導入者の場合は 161J と表記する。その後の記号の H は大型、J は中型を示す。かつては RE 時代は 4211R など4桁の番号を使用していた時期もあった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。